チャンネルクララサブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。佐々木大輔です。第2シリーズ検証、明治天皇すり替えは可能だったのか。第1話、謎の人物大室虎之助の正体ということで、倉間先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日も倉山塾のスポンサー様で、あー、はい、どうもどうも、お送りさせていただきます。私がスポンサーでした、ね、自分でスポンサーになって自分で番組やってる、はい、資材を叩いて番組を作っております。どっかで聞いたようですけどね。はい、ということで、なんと倉山塾の塾生からスポンサーの申し出があったということで、前回第1シリーズの最後に、まあ、1は3万円、2は7万円、3は10万円で、はい、スポンサー募集してますって言って翌日振り込んでいただいた方がいて、すごいですね。近日このシリーズが終わったら、はい、配信いたしますので、はい、まあ、その中身は、まあ、こうご期待なんですけれども、はい、まあ、基本的にはどんな番組作ればいいですかみたいなことをお聞きしますので、まあ、こんな番組を作ってほしいという声、私の専門の範囲内、そうですね、で、はい、いきなりいや、とある編集者がシェイクスピア本書いてくれとか、はい、いや、私何の専門だと思ってるの、ね、そうですね、もう何でも知ってるように思われてるすごいなね、さすがにね、ちょっと私の範疇外でってなりますよ、はい、私のね、専門内であるならば、はい、なんとか対応いたしますので、はい、ということで、まあ、塾生さん以外からもですね、ふるって募集しております、はい、うん、ということで、本日は検証、明治天皇すり替えは可能だったのかっていうことなんですけど、ちょっと先生、はい、事前に伺ってたタイトルとちょっと違うんですけど、事前に何て言ってました？ですね、確か長州から見た幕末維新とか、あ、だからそれを分かってたら、はい、っていう話。あ、本当ですか。それを分かってたら今日に対応できるということで。あ、そういうことでしたか。だっていきなり明治天皇すり替え説だの大室虎之助とか言ってて、はい、変な本ばっかり読まれても困るじゃないですか。変な本なんですか。いや、予習したいって言うからよ、確かに佐々木さん真面目な人ですか、はい、真面目にそこの明治天皇すり替え説の本をね、このようにあるもの全部読まれたらおかしくなっちゃう。本当にちょっとでも読みそうになりそうですね、確かに、はい、そういう人いっぱいいると思う。気をつけたいなと思って。何でもいいからね、本読みはいいわけじゃないですかね、はい、立ち読みした瞬間とか本の題名見た瞬間触っちゃいけないって分かるようになりますからね、はいはい、経験値ということで、はい、うん、ありがとうございます。まあ、要するに本筋が分かっていたら変な陰謀論には騙されないということをちょっとお伝えしたいなと、はい、いうことよろしくお願いいたします。はい、で先生、はい、そもそもこの明治天皇すり替え説って何ですかってことなんですけど、結構ネットとかで見るとバーって出てきてですね、あ、なんかこうすごい信憑性あるのかなとか思ったりとかしちゃったりとかするんですけど、これどうなんですか。まあ、いろんなバージョンあるんですけれども、はい、結局明治天皇はすり替えられた人がやってたんだと、まあ、例えばですね、はい、長州によってすり替えられたらしい、怪しい、怪しい、はい、ね、子供の頃は少女のようだった明治天皇が大人になったら骨太になったんだ、怪しい、ね、左利きのままだった、怪しい、怪しい、ね、筆跡が幼い頃と違う、怪しい、ね、昔は外国人嫌いだったの西洋文化を受け入れるなんて怪しい、ね、北朝の子孫の明治というのが内調を正当化するはずがない、怪しい。先生、これ怪しいだけなんですか。はい、はい、で終わっちゃうんですね。いや、だってこれ全部まともな歴史学知ってたら論破できますもん、はい、あ、そうですか。これにね、全部細かく反論していくこと自体が本筋じゃない。あ、そうなんですね。はい、じゃあどういうふうにいこうかっていうことを、まあ、ちゃんと見ていこうかっていうところで、はい、まあ、本筋だけついていきますね。じゃあ余計なことをしないっていうことで、はい、古べき46人写真って知ってます？あ、はい、知ってます、見たことも。なんか古べきという外国人、まあ、オランダ系アメリカ人がなんか46人ぐらいの若者と写真を撮っていて、それが全員明治の元勲で、うん、でその中心に大室虎之助という人が座っていて、はいはい、でそれが明治天皇とすり替えられた人物だと。聞いたことありません？はい、聞いたことはありました。はい、はい、なんですが、はい、これちょっと古べきさんってそもそもどんな人なのか、うん、高校の教科書には出てこないんですけど、はい、大学で文学部史学科の日本史学専攻に入って日本近代史を習ってると授業では普通に聞く、そんなに変な人ではない。あ、そうなんです。人物自体は、はいはい、一言で言うと英語の先生です。あ、そうですか、はい、なかなかまあ普通は知らない、まあ、そこで学んでる方だったらまあ知ってるけども、うん、まあ聞くわなっていう、まあ、一応私学部の時明治維新史学会会長の松尾正人先生のゼミにいましたん で、はい、で講義も取っていたんで、はい、まあ、古べきっていう人がいてという、はい、はい、
ということなんですよね。ことで別になんでこの人が陰謀論の中心人物になるのか自体があそうだったんですね。じゃあ普通の先生、はいはい、だから何ですかね、今あの NGO とか、はい、あの国際ボランティアとかで途上国に行って、はい、あの日本語を教えてて、はい、で日本の政治経済ってこうなんですよって言ってる人の教え子がその国で正解の中心人物みんななっていったみたいな、うん、じゃあその人が必ず黒幕なのかみたいな。ただ教えた人っていうことですよね。まあすごいの善良な、はい、ボランティアやってた人ですねみたいな。ああそういうことなんですね、うん、っていう、はい、それだと緒方貞子さんの方がよっぽど黒幕っぽいですけど。あ、緒方貞子さんですよね、国連。あ、なるほど、はい、はい、そうなんですね、はい、で一応解説しておきますと1859年長崎来ました、はい、で、まあ、長崎の近くに佐賀ってあるじゃないですか、はい、で肥前藩、はい、あの独自にあの文明開化勝手にやってた藩、はい、です独自に、はい、いやそうなんですよ、はい、でまあね肥前に大隈重信とか副島為臣がいて、でこの人たちに英語を教えていて、うん、であの当時の日本って開国したばっかりで、はい、あらゆる西洋の文物が本でしか読んだことなくて生のインフォメーションがなくて何でも新鮮なんですよ、うん、じゃあ古部記さんが別に政治学者であるかとかエコノミストであるかとかそうじゃなくても、いやうちの国ってこんな仕組みでって銀行っていうの知ってますかっていうだけでも、なんかもう当時の日本人にとっては生情報なんで本で得られない知識が得られ、うん、情報が得られるんですごいあの新鮮なんですよ。そうですよね、うん、はい、でまあこの大隈とか、はい、まあ、あの副島とかだけじゃなくて、まあ、いろんな幕末有名人、はい、で全員が元勲になったわけでは当然ないんですけれども、はい、うん、でまあそれで1868年の10月だか11月だろうと特定されている、限りなく特定され時期が特定されている教え子と撮った写真がその古べき46人写真とか言われてて、はい、でもそれがデータになってるんですけど、ま、それどういう写真かウィキペディア見といてくださいって終わりもうそのレベルと、ね、そのレベルです。まあそのウィキペディアが本当かどうかって専門家じゃないと分かんないんで、はい、一応まあ専門メジャー専門じゃないですけど、一応、まあ、一応専門的な話を聞いてる人間の言として聞いといてくださいぐらい。はあ、なるほど、はい、はい、うん、まあ検察官に民法の話聞いてもそれはまあ常識ですよぐらいのレベルと思っててくださいじゃあもうそんなにあのすごい子でも何でもないということですね。普通の集合写真です、はい、要は要は普通の集合写真ですそういうことですね、はい、本当にかなりにあの誰なのかっていうのも人物特定も進んでいて、はい、はい、うん、でね、その古部記さんという人は維新ができてしまうと佐賀藩から明治政府のお役とい外国人になって、まあ、大学難航っていうですけど今の東京大学です。あ、そうですか、そうですか、はい、なるほど。でそこの教頭として、まあ、高橋惟清とか小村治太郎、はい、まあ、両方とも当然知ってますよね、はいはい、という人たちを教えてて、でその後は宣教師活動なんかもやってて1898年死去と、うん、はい、でその、まあ、さっき言った大室虎之助という人が明治天皇と似ている、はい、怪しいすり替えられたに違いない、はい、なんでこんなに似てるんだ、しかも周りに映ってるのは、ね、西郷隆盛だ、勝海舟だ、大久保利通だ、はい、みたいな、なんでこの人たちが同時に同じこの場に入れるんだろうという、歴史学の常識知ってたらありえない人たちが同時に映ってるああそれはもうほとんど池田大作と宮本賢治が同時にいるよりもありえないそういうことなんです、はいはい、でしかもそれが46人ですよ、はい、ありえないんですけどね、なるほど、なるほど、一斉にその場集まるなんて。そうか、確かにそうですよね、うん、立場が違いますし、はいはい、うん、まあ、その頃その人たちが実際にはどこにいたかって資料山のようにありますし、それ全部一つ一つ上げていくわけいかないしね。うん、なるほど、うん、あの結構幕末って、はい、あの例えば坂本龍馬だったら生まれてから死ぬまでで行動が分かってないので1ヶ月だけそうっていうふうに、かなり誰がどこで何やってたかって研究が近代ってものすごい資料残ってるんで、はい、でまあ幕末最後の何年かっていうのはもうものすごいあの動きが早いんで、はい、情報が飛び交うんで空白なんてない。あ、なるほど、もうほぼ日単位で空白があるかないかぐらいなので、はい、まあ、その全員がその時点で長崎で写真撮ってるなんてありえない。あ、もうじゃあありえない写真がこうということで出てるわけですね、うん、なんですけれども実はそういうね、あの表の歴史に騙されちゃダメな、あ、騙されてました、騙されてましたか、はい、それは気づいた方がいいですね、はい、はい、やっぱりね、その大室虎之助という人は、はい、長州によってすり替えられて、で伊藤博文って知ってる人、あの人実は忍者だった。
凄腕の忍者だった、はい、忍者が、ね、孔明天皇と明治天皇を暗殺して、はい、で明治天皇をすり替えて、はい、でそしてそれはあの伊藤博文ってイギリスに留学した時じゃないですか、はいはい、その時にロスチャイルドっていうね国際金融資本の手先のユダヤ人の手下になった、はい、だから後にね、はい、初代総理大臣になるわ大日本帝国を作るわとだ伊藤が暗殺されたからあのね、日本大日本帝国は英米に結果を打ってこれ続きますかこれあのすいませんちょっとあのこれ本心で信じていいんでしょうかっていうことなんですけど先生、はい、え私、はい、自分でも何言ってるか分かりましたそういうこと言ってる人いただと言ってる人はいるんですね、はい、いや例えばね、はい、あのよくも動画で流れてくるんですけれど、はい、坂本龍馬あいつん金出したんだりゃーとかねドヤ顔で言ってるよく分かんないおじさんいるじゃないですか思わず実家の仕送りだって坂本龍馬の金作日記っていう本もあるぐらいで2冊ぐらいあったから、はい、だって龍馬ってものすごい几帳面で筆まめで、はい、で坂本家って裕福な武士なんだけど実質商人みたいな立場なんで、はいはい、お金のやり取りって全部上ってるんですね、うん、こと細かに、はい、なるほどじゃあもうでまあ、仕送りなさい、はい、実家の仕送りいやだから、はいはい、当時ツイッターがあったら坂本龍馬って寺田屋ナウとか書いちゃう人です本当にそのレベルの人ですからねすごいもう細かく教えてくれる人大丈夫ですか今、はい、謎なんか何もないですよね、ということですけども、うんはい、ということでですね、まあ、そういうわけがわからないそのロスチャイルドの手先の忍者の伊藤博文がみたいな変な話に騙される前に、はい、根本はその大室虎之助が明治天皇なんでしょっていうのが明治天皇すり替え説ですよね、はい、似ている怪しい似ていると怪しいだけがすり替わってて、いや、はい、現代だって、はい、その誰それとキム・ジョンイルが顔が似てるか隠し子じゃないかとかありますよね、はい、もうそれじゃあ決定的な証拠出しましょう、はい、ですね、はい、あの斉藤光則さんと読むんですかね、あの古別紀写真の正体孔明天皇すり替え説の真相という、はい、まあ、あの今二見文庫から出てますけれども初版2012年でもともとはあの実話系の不思議ナックルズ、はい、今怖い噂と名前を変えている雑誌で連載されていたものをまとめなんですが、はい、なんと、この本の170ページから185ページにですね、東京歯科大学法人類学研究室橋本正嗣教授というその道の権威の人に鑑定してもらってます。あ、鑑定してもらってたんですね、はい、だから明治天皇っていくらでも肖像があるじゃないですか、でその有名な大村虎之助の、はい、あの、古別紀写真、はい、これをど真ん中にいるとされている人物が、同じ人物であるかということを鑑定してもらいました、この橋本教授に。これ結果別人と考えるのが妥当である終了ですね終わりです。どうやってサーバー続けるんですかこれ。いやそこを引っ張るのがプロの。そうなんです、どれだけ引っ張るんですか。もういやいやいやで、はい、170ページから185ページそれ書いてあるんですけど、はい、鑑定書の実物までつけてくれてますから。あ、そうですか。もう完璧、終わり終わりですねそれ、はい、じゃあもういやそれでもケチつけようと思ったら今流れてる明治天皇の写真は偽物でって、それ言い出したらもう何もできないじゃないですか、うん、だって今流れてる明治天皇の写真とその大村虎之助なる人物が似てるからね、あのすり替えって言ってるのに、じゃあこっちの明治天皇偽物って最初と話変わってるじゃないですか。そうですねなりますよね、はい、うん、っていう話になっちゃう、はい、でそこでですね、はい、いやまあその自分で鑑定するなんて素人も不可能じゃないですか。全然無理です、はい、で鑑定してる本を探すって大変じゃないですか。確かにそうですね、はい、うん、それをやろうとすること自体がバカバカしいし、うん、うん、じゃあそんなことをしなくても一撃で陰謀論を粉砕する方法、まあ、それが教養だと。つまり教養とか本筋を身につけているとそういう変なことが走らなくて、まあ一撃で終わらせられるよと。で鑑定なんかしなくていいし、鑑定してる本を知ってなくてもいい、なるほど、っていうことをちょっと第2話でやってみたいかなと。わかりました。ぜひ後には持ちますいや楽しみですね、はいはい、ということで、ぜひともですね、皆さんにはあのチャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。あと、まあ、今日からです、ね、3日後ぐらいに大体あの配信予定となっておりますので、ぜひとも皆様お楽しみください。で本日もありがとうございました。
日本には近代政党が必要だ、近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない、全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって、チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。